本当にね、皆さんが私の要望を叶えるためにすごく頑張ってくれました。これね、搬入するのさ、24時間かかったので超大変だったみたい。このさ、シャンデリア見てめっちゃ綺麗じゃない？いろんなブランドの生地があって、本当この中からどれにしますかっていうのを選ぶんですよ。全部で7000種類ぐらいあるかな。皆さんこんにちは、勝智美です。今日のビクトリーチャンネルは、東京進出2店舗目の銀座店です。去年のね、9月にオープンしたばっかりの店舗で、内装とかね、もう全部すべて家具も手掛けたので、お楽しみに。レッツゴーレビュー全部もう説明したいぐらいなんだけど、いろんな写真をこうセレクトして、額縁とか写真セレクトもやりました。これね、ロンドンで私がね、服を作っている時の写真と、この下の人を地震で包み、生き方に影響を与え、世界を変える英雄を生み出すっていうのが、まあ、ミューズのミッションなんですよ。それをね、銀座店の工事前の床に書いたの。そうだから、あっちの方にちょっとその文字が書いてて、もう私はこの場所でその仕事をするんだということを決めてから工事に入ってる。忘れないようにここに飾ってます。はい、あ、ちょっと待って、ご紹介します銀座の店長の土屋店長と、もえちゃんです。オッケー。で、なんかさ、このテーブルとかね、ちょっとこっちから撮ると分かりにくいんだけど、横から撮るとこんな感じに湾曲してるの。イタリアのブランドの家具で、すごい気に入って、この椅子とかもさ、めっちゃ綺麗じゃないです？この辺とかシャンデリアとか、ここの、ね、テーブルもそうなんだけど、イタリアの有名な家具ブランドの家具で、空輸便でもうどうにか間に合わせてくださいとかって言って、どうにか間に合うように入れてもらった。テーブルもさ、くるくるってこう回ってるのが、なんだろう、このブランドの特徴なのかな、なんかさ、こっちはこっちで椅子に座って向かい合って仕事しますって感じで、こっちはなんかちょっと少しリラックスできるプライベート感を出してるような感じでね。ここさ、全部閉めれるんですよ。やっぱりオーダーメイドで、うちのお店は結構その人のなんかスーツの話だけじゃなくて、人生の話とかすっごいするから、やっぱ聞かれたくない話とかさ、みんなあるからさ、こうやってそこも区切って全部隠せるようになって、これね、搬入するのさ、24時間かかったので超大変だったみたい。階段とかさ、登って入れたみたいです。本当にね、皆さんが私の要望を叶えるためにすごく頑張ってくれました。納期がない中で、はい。で、ちょっとそのまま小物に行きましょうか。タミューズオリジナルのネクタイでしょ。で、これがお尻カップ。これもこのさ、武道カップと同じで、沖縄の陶芸家の人に焼いていただいております。で、この辺のチーフのカードケースとかもオリジナルで、これがレミューズが開発しておりますビクトリースーツリフレッシャーです。なんかさ、すっごいいい匂いするんだよ。あ、めっちゃいい匂いしますね。でしょ、めっちゃいい匂いで、これさ、結構ヨーロッパの方の有名フレグランスの香りの上位3位ぐらいのやつを何個か買って調合して自社で開発してるの。しかも 98% 天然由来成分で、全然ケミカルさがないから、スーツにもすごく優しい。カレッシュとか、なんだろう、タバコの匂いとか、焼肉とかさ、そういうのなんか匂いがやっぱり気になる。で、いい匂いだからあんまりそういうのついてほしくないし、なんかにもかかわらずやっぱりスーツのクリーニングの頻度が、毎日毎日出せないんで、ね、半年とか3ヶ月1回とかなんで、こういうものを使って1日その日着たスーツじゃなくて、ふふふ取り掛けてあげて、次の朝またリフレッシュして着れるように開発しております。宣伝みたいになってるけど、宣伝ですミューズはね、スーツブランドなんだけど、実はね、オーダーシューズもやってて、チャッチャラッチャラー、ビクトリーシューズちょっとドラえもん風に言ってみた超かっこよくない？これね、いろんな色を選べるんですよ。こんな感じでいっぱいあって、で、例えばカーキにします。じゃあパティーヌの塗り方どうしますか？先端明るめにしますか？それとも先端暗めにしますか？それとも別光みたいにしますか？っていう風な感じで選ぶの。これもね、靴ね、もう靴の形作るのに事前に職人さんが3ヶ月かけて日本縫製で作ってるんですよ。
で結構さ、なんか巷に売られてる靴ってなんか履き慣れるまでに本当さ20年後に履き慣れますとかっていう嘘でしょみたいなことが本当に言われてて、20年経ったら馴染みますとか言われるんだけど、やっぱりさ痛い靴履くのちょっとしんどいじゃん。だからこの靴はもうね、足を入れた瞬間からすごく自分にフィットして、もうその瞬間から全然ストレスフリーで痛くなく履ける。あとこちらがじゃじゃじゃん、特別な靴、クロコダイルの靴です。これはねハンドメイドなんですよ。こっちはハンドメイドじゃないんですけど、こっちはハンドメイドの靴。クロコダイルはね結構、まあ、私好きで、なんかすごいプレミア感あるじゃないですか。デイリーにガシガシ履くっていう感じではないけど、なんか大切な時に履いたりとか、なんかお家にさこうやって飾ってるだけでさ縁起良さそうでしょ。でこれね切れ目を全然入れてなくて一枚革で縫ってるんですよ。だから一足一匹使う、だから両方揃えようと思ったら2匹必要なんですよ。この2匹相性がいいやつを私がちゃんと目利きしてワニちゃんを探して仕入れて作っております。でこの辺は、生地ブックですね。これねパイナップルも結構好きどうでもいいわ、細かすぎるわって感じだけど。でこのさシャンデリア見てめっちゃ綺麗じゃない。リリリン、これ組み立て6時間かかったの。これもさイタリアからさ運んできてさ、組み立てるのがなんかもうパズルみたいですごい困ってた家具屋さんが。もっとキラキラキラってしたやつもあるんだけど、なんか私はこのシャープさがスタイリッシュで好きだなと思ってこのシャンデリアにしました。結構お客さんはここでこの中で写真撮ったりしますで、まあブランドロゴがひまわりだから、ミューズはひまわりがねちょこちょこございます。なんでひまわりがブランドロゴなんですか。私ね25歳の時に父を亡くしているんですけど、父が好きだったお花がひまわりなので、ずっとお家のベランダでなんかひまわりを育てていて、父がで、ひまわりってさずっとさ顔を上に上げてさどん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 さ伸びていくの。その姿がなんか素晴らしいなと思ったのと、なんかひまわり畑に行ったらさ何万本っていうひまわりがたくさん咲いてるじゃない。だけど一つとして同じ花がなくて、まあ、お花ってそもそも一つとして同じものがないんだけど、それが私たちがやってるオーダーメイドスーツの一着として同じスーツがないっていうのと、なんか価値観一緒だなと思ってひまわりにしました。ミューズのスーツは納品するときに全部この希望のひまわりを刺してお納めさせていただいてます。でこれが、まあ、生地ブックですね。いろんなブランドの生地があって、ほんとこの中からどれにしますかっていうのを選ぶんですよ。全部で7000種類ぐらいあるかな。もうほんとたくさんあります。それ全部覚えてるんですか。覚えてるよ。そう、なんかでもね結構シーズンごとに新しい生地が入ってきたらこうやってそうめくるとだいたい頭に入る。でそれぞれブランドさんがあって、ブランドさんの特徴があって、でそれぞれの中のブックに一冊一冊、その一冊一冊のコレクションのコンセプトがあるので、そういうのを覚えて、あ、この生地はこういう人のために作られた、こういう特徴がある生地だっていうことを把握した上で私たちは提案をしているという感じですね。そしてここは私のすごいお気に入りの空間でございます。まずさ、すぐこっちに行っちゃうんだけどさ、可愛くないですか。これめいちゃん、ちょっと待って、どっちがめいちゃんだろう。あ、合ってる。こっちがめいちゃんね、こっちがめめちゃん。どう違うんですか。え、顔が違うじゃん全然。最初さ、なんか銀座のオープン準備の時に、本当に私さ、お店出す時って大阪もそうだし六本木もそうだし銀座も毎回時間がないんですよ。時間がない中でこの日に開けたいっていうのを決めちゃって、ザーッと準備するから、準備中ってもう相当干からびてるんですよ、疲れて。でそんな時に家具を探してたら、なんかこの子がベッド屋さんにポンって置かれてたの。めっちゃ可愛いなと思って連れて帰りました。本当にね、この子ね、本当のウールなんですよ。だから、なんかうちもさ、スーツの生地ウールだから、なんか気が合うねってことで連れて帰ったのはいいんだけど、なんかさ、一匹だったら夜とか寂しくてかわいそうじゃん。で、また後日、そこのお店の前を撮ったら、今度ね、めめちゃんがいたの。だから今は、つがやになりました。本当に大好きで、かわいい。そのソファーもすごいですよね。いや、でしょ？そう。もうこのソファーさ、超一目惚れで、見た瞬間さ、めっちゃ可愛くないですか？なんかピンクとシルバーってすごい相性がいいんですよ。すごい相性がいいんだけど、これはね、ちょっとゴールドがかってるの。めっちゃかっこいいでしょ？かわいすぎると思う。それどこで買われたんですか、これ。これもヨーロッパの方のすごく有名なソファーです。日本に1個しかなくて雑誌とかにも載ってて、六本木である家具屋さんで買ったんですけど、なんというブランドのやつかはもう覚えてないでね、これは100年先までさ愛されるブランドをミューズは作るじゃん。だから100年先の経営者に残したいなっていう気持ちで買ったっていうのも、なんかアンティークっていう定義って、そのこの家具の準備をしてる時に教えてもらったんですけど、100年続いてる家具のことをアンティークって言うんだって。なんで、あ、じゃあこいつも100年後の経営者に渡す時にはアンティーク家具になってるんだなっていう思いで
この子を買って、でこっちの椅子はね100年経った椅子にしたかったの。だからアンティークの椅子をすごく探してたんですよ、この子と相性がいいやつを。で、まあ、残念ながらなのこの子まだ80歳でちょっと100歳経ってないんだけど、まあ私の中では100歳、100年頑張ってもこうやって捨てることなく今でも人にあかっこいい椅子だねって言って使われる椅子があるわけですよ。これって素晴らしいことじゃないですか。でこのソファもそういう風になってほしいし、ミューズっていう会社もそういう風になんだろう100年先の人たちにもなんか訪れることに価値があるなとか愛されてる店舗になってもらいたいなと思って、まあ、そういうコンセプトでここの空間を作っている。結構この赤めっちゃ特徴的ですよね。このオレンジでしょ、この牛さんでしょ。あ、牛なんですか。そう、こいつね牛なんだよ、牛の顔なんだよ。でこれはね私もさ結構さハードなインパクトだなと思ったんだけど、この空間にさこれ置く人いないじゃん、だからなんかいいんじゃないと思って、そのミスマッチ具合がいいなと思ってこれをね選んだんですよ。結構気に入ってます。なんかこれちょっとさやっぱりさビビットカラーって置くだけでおしゃれに見えるじゃん、それだけで。でなんか床がやっぱ白の大理石調になってるからなんかのぺっと見えるのも嫌だなと思って、ここに一つ空間だよっていう区切りを作るためにこれを置きました。でねあとね、あこの辺のさスーツってすごくて、こっちがミラノコレクションに2018年の2月に初めて出た時にランウェイを歩いたスーツ、これはイギリスの、生地を使ってて、この糸はねプラチナなんですよ。すごいでしょ、あの金属の形ですか。そうそう、こいつがね記念すべきランウェイを歩いたんですよ。でこっちが、ね、3回目のコレクションで出した時のタキシード、このシーズンはタキシードを打ち出したいなと思ってて、でリリースのタキシードで胸にミューズのロゴを刺繍してるんですよ。かっこいいでしょ。私めっちゃいいっすね。そうなんかね、いろんな人にタキシードも着ていってほしいなと思って。でこっちがメンズ、これもミラノコレクションに出したタキシードで、ここにミューズのロゴが入ってます。さなんかさここにも椅子があるんだけど、結構私さ家具選んでて気づいたのが椅子がめっちゃ好きみたいで、なんか椅子その椅子買ってどこ置くんと言われながら結構椅子ばっかり買っちゃう症候群。なんかあそこにも椅子1個ありますよね。そうそうそう、これもさ完全になんかもうさ完全に使い道がわからない椅子化しちゃってて。これもアンティークですか。これもアンティーク、あの椅子も可愛いじゃん。あそこにも椅子あります。そうそう可愛いでしょ、めっちゃ椅子好きなんですよ。椅子ソファーとかも大好きです。以上がルミューズ銀座店の店舗紹介でした。この動画が面白かったと思う人はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。遊びに来てください。